では中村久子を読ませていただきます。中村久子、1897年から1968年、だから我々1968年といったらもう吉岡さん定年になってました。バリバリでございます。その頃まで生きておられる中村久子は明治から昭和期の工業芸人で作家、両手両足の切断という変人ハンデにもかかわらず自立した生活を送った女性として知られている。明美ちゃん知ってたの？やっぱり僕が今までこれ70回何回やって女性を随所軸で書くのは初めてなんです。2歳の時に左足の甲に起こした凍傷が左手右手右足と移り、凍傷の影響による高熱と手足が真っ黒に焼ける痛みと苦しみに昼夜の別なく襲われた。3歳の時にこの凍傷が元で突発性脱出となる。肉が焼け骨が腐る難病で切断しないと命が危ないと診断された。手術すべきか否か父鎌成栄太郎と母綾は悩み抜き幾度となく親族会議が行われたが、決断を下さないうちに左手が5本の指をつけたまま手首からポロッともげ落ちた。悲嘆の底で両親は手術を決意する。久子は両腕を肘の関節から両足を膝の関節から切り落とされた。綾は久子を抱きしめて泣いた。久子ごめんね、こんな体に産んだ母さんを許しておくれ。3歳の久子はただ抱きしめられるがままにじっと天井を眺めていた。自分に置かれている過酷な運命をこの時はまだ知る由もなかった。久子はだるま娘と言われながら育った。少女7歳の時に父栄太郎が死亡、そして9歳になった頃、それまで久子をなめるように可愛がっていた母が一変する。猛烈な訓練を始めるのだ。手足のない少女に着物を与え、ほどいてみよう。ハサミの使い方を考えよう。針に糸を通してみよう。できないとご飯を食べさせてもらえない。久子は必死だった。将来の負けん気の強さと器用さと根性で、泣き言一つ言わず、黙々と努力を重ねた。小刀を口にくわえて鉛筆を削り、口で字を書く。歯と唇を動かし、肘から先がない腕に挟んだ針に糸を通し、その糸を舌でくるっと回し、玉結びにする。文字通り血がにじむ鍛錬の日々を重ねた。それができるようになったのは12歳の終わり頃だった。ある時、近所の幼友達に人形の着物を縫ってやった。その着物は唾でベトベトだった。それでも幼友達は大喜びだったが、その母親は汚いと川に放り捨てた。それを聞いた少女はいつかは濡れていない着物を縫ってみせると奮い立った。久子が濡れていない人へ一枚を仕立て上げたのは15歳の時だった。二十歳になった久子は地元高山を離れ上京し、横浜市などで一人暮らしを始めた。細々と和服の縫製を手掛けて生計を立てていたが、母と再婚したママ父です継父は久子を身売りし、だるま娘の名で見せ物小屋で芸人として働くよう仕向けられた。両手のない体で裁縫や編み物を見せる芸が珍しく、人々の興味と好奇心を誘ったのであろう。久子は見せ物小屋で働き始めた時、恩恵にすがって生きれば甘えから抜け出せない、一人で生きていかねばと決心し、生涯を通じて
国からの障害者の制度であり保障を受けることはなかった。そんな久子が21歳の時初めて恋をした。結婚してほしいと求婚された。久子は嬉しかった。だが拒んだ。ミミ、私はこんな体であなたのお世話ができません。どうかもっと健康な方と結婚して幸せに生きてくださいと涙を流した。するとマスター、僕はあなたの体と結婚するのではない。あなたの優しい心、どんな時にも弱音を吐かず一生懸命前向きに生きる姿が大好きなのです。僕の子供を産んでください。そして二人で育てましょう。いい話やねいい話やろ、ね、この辺は知らないけどね、みんな創作だよただね、この中村久子は4回結婚してる。最初の夫、次の夫も本当結婚して5年未満、3年未満になった。二人は結婚して二人の娘をも授かったが、夫は5年でこの世を去った。幼い子供たちを抱えながら気丈に働き続け、工業界から身を引いたのは次女富子が10歳になった時である。じゃあいくちゃん、次。1937年昭和12年、41歳の久子は東京日比谷公会堂でヘレン・ケラーと出会う。久子はその時口を使って作った日本人形をケラーに送った。ケラーは久子を私より不幸な人、私より偉大な人と称賛した。50歳頃より執筆活動、講演活動、各施設慰問活動を始め、全国の新商社及び健常者に大きな生きる力と光を与えた。人の命とはつくづく不思議なもの、静かなことは確かなことは自分で生きているのではない。はい、生かされているのだということです。どんなところにも必ず生かされていく道がある。すなわち人生に絶望なし、いかなる人生にも決して絶望はないのだ、名言である。そして日本女性の強さの原点を見る思いだ。結局4回結婚してるんだけど、炊事から洗濯から家事っていうのは全部できた。普通の女性と同じように。ただ2つだけできなかったことがある。2つだけできなかったこと、1つは帯が結べなかった。もう1つは何だと思います？ここで問題です。当たった人は八乙君、どうだ、正月のヨーロッパ出しましょうか当たらずと思う。もう一つで普通の女性ができて自分はできなかったこと、帯を結べなかったことと、もう一つできなかった。考えてみよう。お、神を。素晴らしい。君にじゃあヨーロッパ、うん、神が言えなくて。あ、この二つ以外は中村久子って何でもできた、うん、吉川さんどうですか？で僕なんかね、本当にこんな体でさ、大まあ山田君もそうだけど、一級障害者なんかいただいてな、もう本当タクシーは安いし電車代は半額だし、やっぱりこれはもう絶対にいただいてはいかんと。最近はタリちゃんちょっと使ってない運転手から全部新商社だけだと思ってる。でもね、国のお世話には全くなかった多い、まあ、どうしてもどっかで卑屈なところが出てきてしまうというのがあって、まあ兄もすごくいい人間で今でもずっと一緒です、兄弟仲いいんですけども、それからちょっとそういう部分も垣間見えるんですけど、この中村久子の、話を聞くとですね、本当にもう全てのものにそれを打ち勝って、けなげに本当に生きてるなと聞いてて、まあすごいなと思いました。今はだいたい障害者の害をひらがなで書かなきゃいけないんですね。害っていうのは水害だとか害虫の害を使っちゃいけない、うん、障害っていうのはひらがなで障害者とか。だから今まで、ね、我々の子供の頃はね、
あの少尉軍人といいましてね、アコーディオンを弾いて目の前に賽銭箱みたいなのを置いていうのを見受けましたけど、今も全くないですよね。大橋の世代はどう、そういう人知らんやかも。だからね、本当にもうあの60以上の人でないとそれ知らないんだよね。で、言ったように今あの使っちゃいけない言葉ってたくさんありました、ね、あのチンバも使えないんですよね。で、目くらも使っちゃいけない。僕ね、あの美空ひばりの鳩羽座よお父っつぁんが好きだからと思うんですけどね、あの歌詞の中で年はとっても目くらでもという歌詞がある。だからそこはもう割愛されて一番ないんです。へー。でもね、司馬遼の小説の今度来年再来年の大河ドラマはあの勘兵衛なんですけどね、黒田勘兵衛、黒田勘兵衛は結局あの岩槻の尼崎のあれを口説きに行って失敗して牢にそんな幽閉される。それを知った信長は息子の長政のこの長寿丸を殺せと言います。とか秀吉は殺さないんですよ、隠れて育てる。そして牢に当時で2年半幽閉されたもんだから足は腐るんですよね。だからずっともう右足はいわゆるチンバだった。ただ秀吉が自分が関白になった時に、わしがもしこの世からいなくなった時に次に天下を取るのは誰だと思う。これは播磨物語の名門なんですよ。それは前田公でしょうとか毛利でしょう、毛利公でしょうと言ったら馬鹿者、あのチンバよ、あいつほど恐ろしいやつはないというシーンが一番頭に残るんですよ、ね、なんかやっぱそういう形の障害を持ってきた人間っていうのはもう独特のやっぱり勝負感だとか根性っていうのは備わってますね。ですから今年の大河ドラマっていうのはあんまり人気はなかったんですが、来年は何と言ったって吉岡さん無理でしょう。すごいな女性であんなすごいのがおられると思いますよね。どうですか、大体我が母校として。ただね、あの NHK はバランスを取らないかんので、うん、学校の話はやっぱほとんどしないらしいです、うん、はい、そのいわゆるそのある学校の宣伝になるというのはものすごいまた攻撃されるらしいので、うん、したがって、うん、新島城がまだ決まったか決まらんかわからへんでしょ、うん、ねえ、他の配慮決まってるのに新島城っていうのを決めてるのか決めてるのか僕らもまあ決めてるんでしょうけどね、知らんぐらいですね僕は、うん、あまり新島城もそうだから学校の部分はもう最後でサッとやってしまうんじゃないですか、全くゼロというわけです。新島城早く死ぬんでしょ。ええ、もう早いですからね。でもね、だからもうあれはもう新島八重さんなんだよ、杉戸八重と同じ。たけちゃん、八重の時代よ、これからは。あれ、本名は山本八重だからね、うん、八重さんはね。ですから、本当にあのしばらくは女性を主人公にした、いわゆる世の中の物語っていうのは、来年はかなり強くなるんでしょうね。